JR 札幌駅西口です。西改札口出てすぐのところにサンドイッチの自動販売機が設置されました。札幌駅の中にできた長い行列、皆さんのお目当ては今日登場したサンドリアの自動販売機です。そこにはおよそ20種類のサンドイッチがずらり。一番人気はやはり卵をたっぷり使ったボリューム満点のダブルエッグサンド。お値段はお店と同じ250円です。名前はやっぱり知ってます。気になってたってことですか？はい、気になってました。値段はやっぱりこの ボリュームに対して安いなと思って。さらにお店にはない自動販売機限定のサンドイッチも。エッグハム野菜とエッグハムポテトです。2種類の味が一度に楽しめます。次々とサンドイッチの補充作業に追われるスタッフ。午前中の時点でなんと1000個以上も売れたそうです。人気サンドイッチ店が札幌駅に自動販売機を設置した狙いとは。本店と本店店があるんですけども、地下鉄だったりバスだったりっていうのになかなか行きにくい場所なので、足を運びやすい環境の下でなんかそういうのをやりたいなと思ったところです。そんなサンドリアが今頭を抱えているのが卵の価格高騰です。全国で相次ぐ鳥インフルエンザやウクライナ情勢による飼料の値上がりを受けて、卵の取引相場は去年1年間でおよそ2倍に急上昇。この店では仕入れ値だけで1日1万円以上も負担が増えたそうです。本当に今までにないぐらいの原材料高騰しているので、人件費がかからないことをやりたくて、それでこの自動販売機というのが一番適しているなと思って。卵の値上がりに負けずに新たな挑戦に踏み出した人気サンドイッチ店。札幌を訪れる観光客の利用にも期待を寄せているということです。